目のアクル決勝第2戦を生配信しているダズン、ダゾーンの解説陣、佐藤久俊、牧野智明氏からも、思わず浦和を応援するコメントが飛び出した。浦和がコーナーキックを獲得した場面では、OKOK と拍手。浦和が前線から相手 DF ラインにプレッシャーをかける場面では、行け、素晴らしい、と叫んだ。タッチラインを越えたボールが微妙な判定で相手ボールになると、ワンタッチあったと思うんですけど、とゲームに入り込んでいた。